ラモン・イ・カファールによる鶏症脳の神経細胞のスケッチ神経科学とは神経系に関する研究を行う自然科学の一分野である。研究の対象として神経系の構造、機能、発達、遺伝学、生科学、生理学、薬理学、栄養学及び病理学などがある。この分野は生物学の一部門であるが近年になって 生物学のみならず心理学、コンピュータ科学、統計学、物理学、医学など多様な学問分野からの注目を集めるようになった。研究者数の増加も目覚ましい。神経科学者の用いる研究手法は近年大幅に増加しており、単一の神経細胞やそれらを構成する物質の組成、動体を調べるものから思考中の脳内の活動を可視化する技術まで多岐に、 わたる。神経科学は脳と心の研究の最先端に位置する。神経系の研究は人間がどのように外界を知覚し、またそれと相互作用するのかを理解するための基盤となりつつある。ニューヨーク大学の心理学教授、ゲイリー・マルクス氏は、神経科学という学問には様々な方法論的課題が残っている。新聞で一面に大きく記載されるような研究は、 ほとんどデタラメであり、一流の神経科学者たちの研究は世間の注目を集めることはあまりないと注意した。神経細胞のイラスト。デンドライト、樹状突起ソ相馬、細胞体、アクソン、軸索、シュアンセル、随称の実体である細胞、ノードオブロンベイエー、ランビエの降臨成人男性の脳を MRI によって可視化したもの神経系は、 神経細胞のネットワークとそれをサポートする細胞群からなる。神経細胞はその集合として機能的な回路を形成しており、個々の回路は個体の行動や振る舞いに必要な特定の機能を担うと考えられている。このため、神経科学は様々な異なるレベルでの研究が可能であり、分子レベルから細胞、システム、また認知機能のレベルまで多様な研究が 行われている。分子レベルにおける神経科学の研究対象には個々の細胞がどのように分子シグナルを発現しまた反応するか、あるいはどのような分子シグナルによって軸索がその複雑な接続パターンを形成するかなどがある。このレベルでは分子生物学や遺伝学に由来する研究手法が応用され神経細胞がどのように発達し死んでいくか、 遺伝子の発現がどのように細胞の生物的な機能に影響するのかが調べられている。細胞レベルにおいては、その基本的な研究対象として、神経細胞が生理学的また電気科学的にどのように信号処理を行っているのか、そのメカニズムを探ることが挙げられる。細胞内の樹状突起や細胞体、軸作における信号処理や、また神経伝達物質や、 電気的なチャネルを通じて他の細胞から伝わった信号が細胞内でどのように処理されるのかについての研究が行われている。システムレベルにおいての研究では神経回路が解剖学的また生理学的にどうやって形成されるか、またそれらがどのように働くことで反射や知覚、感覚系の統合、運動制御、学習や記憶などの生理学的な機能が実現されて、 いるのかが研究の対象となっている。別の言い方をすれば、システム神経科学者は、動物の振る舞い、行動を生み出す神経基盤、またそのメカニズムを探ろうとしている。例えば、システムレベルの研究ではそれぞれ個々の知覚や運動様式、あるいはそれらに共通するメカニズムを研究対象とする資覚はどのように働いているのか。鳥はどうやって、 新しい歌を覚えるのかコウモリは超音波を用いて、どのように自分の位置を知ることができるのか神経系はどうやって情報をコードしているのか認知レベルにおいての研究では、神経回路がどのように心理、認知機能を生み出すのかが研究の対象となっている。近年、ニューロイメージングや電気生理学、経図外磁気刺激法、 人の遺伝子解析などの強力な研究手段が発達してきたことにより神経科学者は人の認知や感情などのより抽象的な機能がどのような神経回路によって担われているかということについて研究を行うことができるようになった従来は科学的に還元不可能と考える研究者さえいた多くの複雑な精神的なプロセスが神経活動と強固に結びついていることが 解明されつつある。最近の傾向として、神経科学は、社会科学の処分野とも関連を持ち始め、新たな学際分野として、神経経済学、決定理論、社会神経科学などが発展しつつある。これらの分野は、脳と社会環境の相互作用などのより複雑な問題を扱う。神経学や精神医学は、医学上の専門分野であり、 学級的な研究の世界では、特に疾病を対象とした、神経科学の一分野とみなされている。これらの単語はまた臨床医学上の分類でもある。神経学は、脳梗塞や筋縮性側作効果症などの中枢、及び抹消神経系における疾病を扱うのに対し、精神医学は主に精神障害を対象とする。両者の境界は、近年ぼやけてきており、 どちらを専門とする医師も通常は両方の訓練を受ける。神経学も精神医学も神経科学の基礎研究に深く関与し、また影響を受けている。現在の神経科学研究は非常に大雑把にまとめると以下のように分類することができる。この分類は実験対象とそのスケール、また研究手法をもとにしたものである。個々の神経科学者は しばしばこれらのうちの複数の領域をまたいで研究を行っている。ありがとうございます。